東海に来ました。めっちゃ暑いので、マミチカフェらしくスイーツです。スイーツです。何にしようかな。7月1日にできたふなり、ジェラーテリア山梨にマミチカできました。満喫中、暑いから。みっちゃん、何のフレーバーにしたの？フレーバー、フレーバーじゃないの、フレーバー、トウモロコシと富士山ミルク。今度さんはクルミナッツとキュウイ。キュウイ。私はマミノは巨峰と桃。桃美味しそう、食べてみてください。美味しそう。キュウイ美味しそう。美味しい。さあ、本日も始まりましたマミチカフェオープンです。わー、対面、初対面。これ何回ぐらい撮った？ 15? は過ぎたよね。16、17とかそうだよ。ようやくさあ、そして本日はカメラ動かした方がいいかな。じゃあ私やりますね。なんとどこにいるかというと、どこにいるかな、どこにいるかな。なんでの、ここはなんとなんとじゃーん、耳を澄ませば音楽が聞こえるかもしれない。多分この方向富士山なんだけどな。あれ富士山、多分そうだよね。 あれですか。今日は隠れております。さあ、なんと本日は河口湖からお送りしています。イエーイ。河口湖といえばやっぱ富士山河口湖音楽祭。そうです、はい、さあ、でも結構それも何年ぶりですか、うん、シエナ。あ、でもまあ小さい編成とかでは来てるけど、だって私が河口湖に来たのほんと4年とか、多分そんぐらいですね、ぶりぐらいな気がしますよ。1回スピリッツで会った。そうですよね、うん、来てることありますよね。1回目が2002年。え、そんなに前なんですね。多分2002年まだ入って、私とみっちゃん2002年なんてね、生まれてた、生まれてないかも。生まれてない、ワンちゃん生まれてない。生まれてない。いや、生まれてるしね。生まれてるしね。生まれてる。そっか、そんなに長く続いてるんですね。私多分2002年の T シャツは多分お家にある。なるほど。まず今何年？2023。何年今？じゃあ21年とかな？あ、そうじゃない。50年以上なんですね。いや、でもね、本当ね、河口湖来るのがもういつも楽しみだったの。何が？だから今回も。何が？私、河口湖好きなのはやっぱね、食べ物が美味しいのと風景が好きです。確かにね、今朝もみっちゃんとドライブね、はい、してきて楽しんでまいりました、はい、昨日は富士山見えた。夜はシルエットって感じ。シルエットが見えました。いや、本当はそこにね、うん、そう、雲に隠れてるけど、朝ちょっと上の方見えたんですけど ね。今はもう完全に雲に隠れてますね。動きは見えないかもしれない。そうなんないですね。みっちゃんは河口湖に来て、なんか食べ物で楽しみなものってあるの？食べ物は、なんだろう、でも果物？果物美味しいですね。あ、あとあれ、トウモロコシ。トウモロコシ。でもちょっと今年買えなかったんですけど、うん、美味しいよね。なるほど、なるほど。みんなね、道の駅にね、うん、そう、行ったりとかしてね。担いで。うん、そう。でも今日、その、鳴沢の道の駅にも行ってきたんですけど、その道沿いに行くまでに、もう、何軒も何軒も、あの直売所があって、すごいですね。もう本当にいろいろあるよね、この辺はね。どこがいいんだろうね。そう、もうどこがいいかわかんないから、とりあえず鳴沢まで行っちゃってみたんですけど、にぎわってましたね。いやー、でもいいです。もうなんかシャインマスカットさっきね買ってきたのね、みんなで食べたんですけど、あのサイズであの金額でやっぱ北海道では買えないですもんね。そっか、やっぱり地元の、うん、まだそんなに本気じゃなかったけど、本気じゃない感じ、ね、まだね、旬はもうちょっと後なのかな、ね、だけど十分美味しかったし、本当にもう河口湖最高、なんか夏といえば河口湖な感じがね、ずっと来てたからしますよね。あとみんなよく
ね、ファミリーで来るよね、はい、そう来てた、私新婚旅行も川口湖だった、そうだ、へ、そうなの、だからなんかすごいここはなんか実家に帰るぐらいななんか懐かしさっていうか、うん、そしてやっぱり今回スタッフの皆さんもこう顔なじみの方がもう出迎えてくださってるから、すごいお帰りなさい感が勝手に感じてて嬉しかったです、うん、確かに、ね、毎年来てた時も本当なんかお帰りとか言ってる、うんうん、でカレーね、カレー食べてきたんですけど今食べてまいりました、今年はなんと辛口と甘口と中辛、3つありました、3種類、うん、何食べた、なんかね、中辛、中辛、待って、普通じゃない、普通って言っちゃった、中辛かな、スタバでも、うん、あのほらちっちゃいのとか、はい、中辛普通って一番小さいやつ、なるほどね、なるほどね、いい、すごい美味しかったですね、いい、うん、すごい、なんか懐かしい味っていうか、なんか実家に帰ると出てきそうなカレーの味が、ね、あれなんか大鍋で作ってるのが美味しいんですよね、そう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 、やっぱね、本当そうなんだよね、だって本当にこう、そう、いやもうこの3人入るよね、多分、だって、多分私は入んないと、じゃ入る入る入る、起立してれば入るよね、だって、うん、ギュッてすれば入る、うん、3人で決めたら入る必要ないね、入る必要ないけど確かにそのぐらい大きいね、だってもうこうやって作ってるね、やってみたい、やったことないですね、やらせてもらってきたら、やってみようかな、やります、うん、やります、みちこカレーいいね、うん、人気なさそう、一番人気で、人気なさそう、いやいやいや、野菜たっぷりでいいんじゃないですか、うん、カレーってああいうカレー作ります、ああいうなんていうの、あれ何カレーって言うんですか、ああいうカレー、普通のカレー、普通のなんか、いや、あ、例えば苫小牧だとホッキカレーっていうのが有名で、ね、なんかホッキを入れたりするんですよ、そういうなんか、むしろそれが特別で、うん、普通のカレーなんじゃない、まあそうだと思うんですけど、私ほうれん草入れます、へー、どの段階で？でも最後やっぱりね、別に茹でといて、茹でといてってか、まあ、冷凍の、あー、いいよねいいよね、そう、あ、あ、美味しいかもそれ、そしたら作り置きの時にカレーカレーカレーだから、うん、カレーにほうれん草トッピング、うん、カレーにナストッピング、カレーにさつまいもトッピングみたいな、そしたらこう3種類あるような、確かに、うん、いろいろ楽しめますね、何気にちゃんとやりますよね、そういうの、えらい、すごい、あ、子供のね、うん、確かに確かに、うわ、そうなんだ、ちなみにみじん切りです、何が、ほうれん草、え、うちでかい、でかい、いや食べないのでかいの、あ、子供がね、まだ口開かないし、とりあえず、開くよ、開くよ嫌いなんですよ、野菜やっぱり、だからなんか、え、じゃあもう、ほら、本当にもう、ペーストみたいにすればいいんじゃない、ペーストまで、そこまでめんどくさいから、もうなんか、冷凍の玉ねぎと人参で作る、5分でできちゃう、うちはゴロゴロ系、うちもゴロゴロ系だから、ゴロゴロ系がいいんだけど、本当は、うん、そんな感じです、カレーはね、なるほどね、なんか久しぶりにああいう具が大きいカレーを今日食べたい、だから作ってもらったっていう何か、確かに、そこで味わうタイプじゃん、うちら、だってカレーなんてカレーなんて作り置きはするけど自分で食べないもん、うん、そうですよね、あんま食べないですよ、カレー久しぶりかも、そういえば食べたの、私も私がいない直前に作って置いてくるみたいな、うん、で自分は実際食べないっていうことが多いから、え、ルー何使います、ルー、そういうのって言っていいのかな、どういうこと、いいんじゃない、ルーの商品名いいと思う、待って、いいけど私何使ってるって分からない、例えば何、こだわりがない、あれ私何だっけ使って待って待って待って、あ、ジャワカレー、あー、あるね、いや一周回ってジャワカレーに戻ってきたんですけど、うん、ジャワカレー美味しい、私は何でもいいけど混ぜる、あー、あー、2つとか、ね、ここここ、あとカレー粉入れたりとか、なるほどなるほど、する、なるほどね、糖質じゃない、糖質かなんかで 50% オフみたいな、カロリーか、ジャワカレー、へー、さすがみちこさん、糖質オフとかでも美味しいの、美味しいです、なんかカロリーかも、カロリー 50% オフ、なんか薄い感じしない、いや別に大丈夫、じゃ水で薄めてないんじゃないの、あ、そういうこと、わかんない、薄いカレー、薄いカレー、インドカレー的な、飲めるカレー薄さだけインドカレー、わかんないけど、なんかそう、糖質オフとか、うん、こうアルコール低いビールとかって、うん、なんかちょっと違う、いや、わかるわかる、カフェインです、ね、うん、なんか違うね、うん、だからなんかカレーはもうカレー、ビールはビールでいいかな、うん、確かに確かに、わかる、正統派、今風が気持ちよくてね、今曇ってちょうどいい、本当ですね、あ、でもなんかやっぱ雨降るのかなっていう感じも、そう、この後雨予報なんですよね、本番中にね、いや本当にステラってやっぱりこのなんか本当はね屋根が開いてて
最後に花火がバンバーンみたいなのが結構感動的だったりするけど、さて今日はどうなりますか。いやでも本番めっちゃ楽しみ。ね、虫が来ないことを思って、ね、でもさっきね、リハーサル昨日も今日もかな、なんか本番で吹いてて、あ、ゲネプロで吹いてて、なんかちょうどいい感じで鳥がね、そうなの、あれね、すごい空気読める鳥がいたね、素晴らしかった。で、あの、言っていいのかな、もうこれ流れる時には本番終わってるから大丈夫かな。大丈夫だと思う。あの、ゆうきさんがね、あのスキャットっていうか最初一人で歌うところから始まったところにピヨ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 、あれすごいですね。だから私、いやもう何か流してんのかなと思ったんだって、あまりにもタイミングよ、バッチリだったじゃないですか、うんうん、私ちょっと感動して泣きそうになりましたもん、あれ。いやでも本番もなんか起こりそう。いや、カメでジャーンジャーンねー、ウィリウィリウィリザーとかザーあるかもしれない、ザーとか来たらもうほんと最悪だけど。いやー、リードが心配です。リードはやっぱり、で近藤さんいつもね、あの山ってか高いところに来るとちょっと難しいよってよく言ってるじゃないですか。でやっぱりしかも暑いし湿気もすごいから重い感じ、ね、重いですよね、標高、まあ、湿気もすごいけどね、だから楽器ももうなんかやばいですよね、なんかこう染みてるよね染みてる帰ったらすぐ楽器調整いかんとやばいみたいな、ちょっと大げさに抑えないといけない、そうじゃないとなんか隙間空いてそうで、うん、そう、そんなこともありながら、まあそれもまた、まあね、それもそうね、味だね、味ですよ、川口子の味ちゃんと演奏できれば確かにできるするやる黒岩やるやるかやるかやるやらないはないないです、私やるしかない確かにセミがすごいね、うん、ないです。いやそんなことで来れてよかった川口子、そうだね、いや次またこうやって対面でできたらいいですよ ね、この後もね、まあできそうだけどね、できそうですけどね、まあ、需要があるかはねちょっとわかんないけどね、あなた次第です、あなた次第あなた次第こちらまでそうそうそうお願いしますまあ5人ぐらいはもしかしたら楽しみにしてくれてる人いるかもしれない。5人はいるんじゃない、5人ぐらいは、うん、5人の皆さんぜひお願いしますこれ何これこれ何これあのここまで宛先何の宛先が書いてあるの、シェーなのあの次の回までですかみたいな、あなるほどなるほど、お待ちしてますよみたいな、なるほど、いいですね、嬉しいですね、いつでも取れますからね、確かに、しかもあれですもんね、佐渡ツアーもあるから、あのまみちカフェに会える、佐渡ツアー会いたいかな、人がいたら、もし5人の中のいろんな、ね、各地の、ね、1人ぐらいは、うん、声かけてくれたら嬉しいですよ ね、今までも実はね、そういう方に声かけてもらってうちらもうテンション爆上がりみたいになりますよね結構本当に一緒にいるんですねって言われますよね、そう本当に一緒にいるんですなんか本当にいいですよね、そうなので声かけてくれても嬉しいし、まあ、そうですね、はい、じゃあここでじゃあ、はい、ドカーンって言ったけど今、はい、じゃあ今日の本番みんなで頑張りましょう、頑張るぞー。